皆様こんばんは。悲願の前、ようこそ。妖怪についてお話しさせていただきます。悲願と申します。妖怪とは、いにしえより日本で伝承される日常において人間の理解を超える奇異で異常な現象、あるいはそれらを起こす不可思議な力を持つ非日常的、非科学的な存在のこと。もののけ、または魔物とも呼ばれております。は、何ですかこれ。ありがとうございます。これから宝物にします。皆様は今なぜ私が鏡を下向きに置いたかわかりますか？眠る時に鏡面に自分が映ると気が吸われて運気が下がってしまうなんて言われているんですよ。そのため私はいつも鏡は使わないときには鏡面を下に置いているんです。さて今日はせっかくなので鏡にまつわるお話を三ついたしましょう。合わせ鏡。二枚の鏡を向かい合わせて配置することを言います。人々は昔からこうして自身の後ろ姿を確認しておりました。合わせ鏡をすると、鏡の中に向かいの鏡が映り、その鏡の中にまた鏡が映り、その鏡の中にまた鏡が映り、そのまた鏡の中に鏡が映り。そのまた鏡の中に鏡が映り、そんな風に、ずらっと鏡が並んで少し異様に見えるのですが、映った鏡の何番目かに自身の過去、そして未来の姿が映るなんて言われています。そしてその時映る姿は死に顔だとか、他にも呪文を唱えると鏡から悪霊が現れるなど言われています。私は今までに何度もやってみましたが、悪霊に会えたことはありません。いろいろと聞きたいことがあるのですが。紫鏡。紫鏡。この言葉をご存知でしょうか？二十歳まで覚えていると。鏡の破片に全身を刺されて死ぬ、不幸になる、そんな風に言われています。でも
鏡の破片に全身を刺されて死ぬなんて、想像してみると情景に趣がありますね。私も一生覚えていようと思います。他にもイルカと紫の亀など、二十歳まで覚えていると死ぬと言われている言葉はたくさんあるようですが、単語の組み合わせ的にありえない言葉ではないので、これが本当であれば皆さん現在息をしていないでしょうね。鏡の前で言ってはいけない言葉。おそらくこれが一番有名なのではないでしょうか。これは戦時中、実際に人格を操るという名目で行われたとされる実験で、被験者を鏡の前に立たせ、映った自身の姿に対して、お前は誰だ?と言わせ続けるというものです。実験の結果として、被験者は、3ヶ月後に本当に自分のことが誰かわからなくなってしまって発狂したということです。真偽のほどはわかりませんが、毎日鏡に向かってお前は誰だなんて言い続けたら、確かにそれだけで気が狂うのも納得いきますけれどね。これはただ単に面倒なのでやったことも、やるつもりもありません。さて今日は鏡にちなんだお話をいたしましたが、皆様聞いたことのあるものが多かったのではないでしょうか。テッセン、また蔵に面白いものがあったら持ってきてくださいね。悲願のお話、ご清聴いただきありがとうございます。お気に召しましたらまた遊びに来てくださいね。それではさようなら。